Hallå, vi kör ett nytt spel idag. X och i projekt PlayStation Plus dessutom. X, please. Lost Memories. Jag har ingen aning vad det är för spel. Men det ska tydligen vara ett enkelt spel att tala Trophy i. Typ 10 timmar. Förhoppningsvis har vi ingen lagg idag. Jag hade nog problem med nätet förra gången jag streamade. Första gången jag startade spelet, så jag hoppas att det inte är någon patch om det glömde jag kolla. Okej, det blinkar till. Stunning trophy information. Det är bra. Oj, det var högt ljud. Eller mina hörlurar kanske. Puppies, Fed inte Woodchipper. Det var länge sedan man såg något sånt där. Fel med det. Jag är rädd att det här är jättehögt på stream. Men får se. Ni får säga till ifall det är konstigt ljud. Så. Vi startar då timern också, hade jag hoppats på. Oops. Det här tillåtet på Twitch börjar jag ju nu undra. Kanske borde kolla så borde det inte ens finnas i listan att välja i sådana fall. Det var jag. Det är inte med på listan över bannade spel. Kanske borde följa med i storyn. You have black memory stones, okay.
spelet är inte bannat från Twitch. Det hade M i ESRB rating. Memory storing tips. Okej. Okay. Katsute 人形だった少女がいた。少女は神に身を捧げ、愛する少年を救った。だが悲劇は終わらなかった。死という名の茨は少年の体を蝕み、決して話そうとはしなかった。永遠の孤独の中、少女は少年の運命を知り、絶望を共に闇の中に消えた。Ett spelare sa typ en timme att komma in när man får göra något.
泣かないの。ほら、こっちおいで。お母さんはいつでもあなたたちのこと見守っているからね。やだ、お母さん行かないで。お願い、お母さん。生まれてきてくれてありがとう。私今日までとっても幸せだったわ。お母さん、嘘、お母さん、いや、いや、こんなの、いやだ、いなくならないでよ、ねえ、お母さん、なんで、なんでお母さんが、間に合わなかったか。お父さん。ちょっと。妹と二人でおとなしく待ってなさい。やめて、お母さんを離して、お母さんを返して。やだ、やだ、お母さんを連れてかないでよ。お母さん、返して、お母さんを返して。お父さん、どこ。お母さんを返して。何これ、工房から。まさかお母さんを。ダメ、そんなこと絶対にさせない。ストーリーストーリーストーリー。お父さん、お父さん、何してるの。開けて、開けて。何しに来た。すぐ部屋に戻りなさい。やだ、お母さんも一緒にいるんでしょ。お母さんを返して。いいから戻りなさい。まさかお父さん、お母さんまで実験に使うつもりなの。Of course。 やっぱりそうなんだ。お父さんはお母さんを。そんなこと絶対にさせない。返して、お母さんを返してよ。お父さん、何してるの。やめて、やめてよ、お父さん。また同じ夢か。どうして何度もこんな嫌な夢を。ペペ、あいつのせいで私たち家族はめちゃくちゃになった。あいつだけは絶対に許さない。
毎度のことながら、あの夢を見た日は最悪の気分だわ。外はこんなに晴れて、あれ？そういえば、あの子は？え？いない？まさか！嘘でしょ！どこ？どこにいるのよ！あ、お姉ちゃん！もう起きたんだね！おはよう！おはようじゃないわよ！あなたどこ行ってたの？すごく早い時間に目が覚めたんだけど、そしたらお姉ちゃんまだ寝てたから、うん、今日は私が朝ごはんを作ろうって思いついてね、お買い物行ってきたんだよ今日は卵が安かったから目玉焼きだよ。楽しみにしててね。どうして？あ？何？お姉ちゃん、どうして勝手に外なんか出たの？勝手に外に出ちゃダメだっていつも言ってるでしょ。だっていつもお姉ちゃんがご飯作ってくれるから、今日は早起きしなくてもいいように。言い訳しないの。もうあなたって子は。どこも怪我してない？変な人に声かけられたりしなかった？うん、大丈夫だった。そう、それならよかった。でも、もう勝手に外に出たりしちゃダメよ。わかった？あなたはまだ小さいからわからないかもしれないけど、お外は危険でいっぱいなの。勝手に外に出たら誘拐されちゃうことだってあるんだからね。わかった？返事は？やだ！だって私だってちゃんと一人でお買い物できたもん。私だってお姉ちゃんみたいに一人でお買い物行けるもん。だからって外は危ないの。家でおとなしくしてなさい。今回はたまたま運が良かっただけで、次も無事なんて保証はないのよ。でも私だって一人でお買い物できるもん。お姉ちゃんにもっと楽してほしいんだもん。お姉ちゃんはいつも私のこと守ろうとしてくれてるけど、自分の好きなことは何もできてないじゃん。私のことはいいの。私はお姉ちゃんなんだから、妹のあなたを守るのは当たり前のことなの。やだ、私もお姉ちゃんの役に立ちたい。もうお姉ちゃんに迷惑かけたくないの。ダメ、あなたにもしものことがあったら、私はお姉ちゃんごめんね。私は別に意地悪がしたくて言ってるわけじゃないの。あなたを守りたいから、あなたのことが世界で一番大事だから言ってるの。分かってくれる？私だってお姉ちゃんの役に立ちたいのにありがとね、うん、その気持ちだけで十分だからさ、もうご飯は私が作っちゃうから、あなたはあっちで待ってて。はーい。クラウドポーススペルコントローラーさまったく。この前までお姉ちゃんお姉ちゃんってベタベタ甘えてきてたのに。
でもまあ、あの子は自分の体質に気づいてないみたいだし、言うこと聞かないのはしょうがないのかしら。それでも何があってもあの子だけは私が守らなくちゃ。世界とあいつから。 That bastard. Little trophy?ごちそうさまでした。お粗末さまでした。さてと、それじゃちょっと行ってこようかな。あれ、お姉ちゃん出かけるの？うん、図書館に本を返しにね。何か借りてきてほしい本とかある？本当に？やったー、お姉ちゃん大好き。さっきまで拗ねてたくせに現金ね。で、今日はどんな本にするの？また絵本？ね、それじゃあどうしようかな。そうだな。あ、そうだ。何か思いついた？うん、あのねお姉ちゃんがこの前読んでた魔術書が読みたい。ダメ。魔術の勉強なんてあなたにはまだ早い。でも私もお姉ちゃんみたいなすごい魔術師になりたい。勉強したい。ダーメ。あなたはまだ体が魔素に耐えられないの。魔素は魔術の発動に必要なものではあるけど、使い方を間違えると毒になるのよ。だから魔術を使っちゃいけないの。わかった？でもお姉ちゃんだって魔術使ってるじゃん。ずるい。私はいいの。たくさん勉強して修行だって積んだんだから。じゃあ私もたくさん勉強して修行してお姉ちゃんみたいになりたい。ダメって言ってるでしょ。ダメ。そもそもお姉ちゃんが守ってるんだから魔術なんか必要ないでしょ。じゃあ私はお姉ちゃんを守るために勉強する。それでもダメ？ダーメ。はあ、これならいけると思ったんだけどな。とにかく魔術の勉強も外に出るのもダメよ。どっちも危ないことなんだから。わかった？はーい、わかった。さてと、そろそろ行かなきゃ。いい？ちゃんとお留守番してるのよ。うん、何回も言わなくても分かってるよ。いい子にしてるなら何かおやつでも買ってきてあげるから。本当に？じゃあプリンがいい。分かったわ。それじゃ行ってきます。行ってらっしゃい。 How are things with you? Welcome to the stream. I just started a new game and there's this really long intro. さてと、本も返したし、あとは夕飯の買い物でも済ませて帰ろうかしら。これ、家の結界に異常が起きた時の合図だわ。結界が破壊されるようなレベルの。まさか、侵入者が。ついに来たの。人払いの結界を張っていれば普通ならその対象を感知することはできない。だけど私のかけた術を解除できるくらいの魔術師になら感知されてしまう。誰かがあの子の体質に気づいて攻めてきた。でもいつあの子の存在が気づかれたの？今日は私が朝ごはんを作ろうって思いついてね。お買い物行ってきたんだよ。だから家から出ないでって言ってたのに。 I know that that girl who was running right now lost her mother when she was young and was told to protect her little sister. And now we are here. どういうこと？結界は破られてない。ちゃんといつも通り機能してる。なら
さっきの知らせは何なの？本当に何もなかったならいいんだけど。What's the timer on? 22 minutes and I haven't done any gameplay. ただいま。あれ？ただいま。帰ったわよ。ちょっと、どこ行ったの？嘘でしょ。なんでいないのよ。まさか、また勝手に出かけたの？でも、それならそういう知らせが来るはず。さっきのは、そんなものじゃなかった。もっと別の、結界自体の異常を知らせるものだった。本当に誤作動？でもそうだったとしても、あの子はどこにいるの？結界内部に異常は起きた。なのに結界は破られていない。家の中で危険な実験でもしない限り、あんな、まさか、あいつ、私のかけた人払いの結界は、この家に住む人間以外を対象にしていた。あいつはもうこの家には住んでいないけど、念のため対象に入れたはず。だけど、もしどこかでミスをしていて対象から外れていたとしたら、だとしたら、あの子が、妹が危ない。どうして、どうしてなの？こうならないために、こんなことにならないように、今日まで頑張ってきたのに、頑張ってあの子を守ってきたのに、あいつはまた奪っていくの？お母さんだけじゃなくて、あの子まで私から奪っていくの？突然、何なの？左目に痛みが。左。この目だって、あいつのくだらない実験のせいで呪われたのよ。あの子を、あの子を守らないと。お母さんと約束したんだから。Mer. More. これは、あの時と同じ青い光。あいつがお母さんを実験に使った日と同じ。させない。あの子は、妹は私が守ってみせる。Right, let's go. Unlocked me in tips. Okay, unlocked little sister in tips. Right, unlocked mother. Oh, is this actual gameplay? Oh, and that trophy. So, gameplay starts after 25 minutes.Or I might have said something too soon. ここ too soon. I'm sorry. どこ、どこなの、ここは。さっきまで自分の家にいたはずなのに。そうだ、私、青い光に包まれて、それでそこから。ダメだわ、思い出せない。でもここは、 How's the sound volume, by the way? どう見ても家の中じゃないわよね。yeah, どことなく特殊な結界の中というか、魔術で構築された空間のように見えるけど、
もしかしてあの子もここに？だとしたら早く見つけないと。こんなところにいたら何が起こるかわからない。きっとあの子が工房に入って何か妙な道具でも触ったのね。勝手なことしないでっていつも言ってるのに。コーラ、どこ行ったの？どこ？どこなの？お姉ちゃんだよ。Okay, I just asked about the sound volume, but then I will change as soon as I can. はーい。あれ、聞こえてないのかな？してたからね。すっごくつまんなかったんだよ。じゃあまず第一問、私は誰でしょう。 Typical anime. ふざけないでよ。知るわけないでしょ。っていうか第一問って何問やらせる気よ。あのね、ヒントは誰でもないだよ。知らないってば。人の話を聞け。もしかしてわかんないの？だから人の話を聞けって言ってるのに。もうしょうがないな。大いなる運命に導かれた謎の美少女、その名もノーバディーとは私のこと。ノーバディーっていうか、その前のは何？私はね、君を探してここまで来たんだ。これからよろしくね。私を探してってどういうこと？一体誰の差し金で？はあ、もうね、本当に急いできたんだよ。こんなに走ったことはなかったかも。はあ、でも君と会えてよかったよかった。全然良くないわよ。質問に答えなさいよ。ねえねえ、君の名前は？はじめましてだから自己紹介して。 I should have bought the game, must have. いやよ。どうして得体の知れない奴に名前を教えなきゃいけないのよ。だって私は名乗ったもん。名乗ったら名乗り返すのがマナーでしょ。マナーってあんたね、人の話を聞かない奴に言われたくないセリフだわ。まあ名乗られた以上自己紹介くらいしてもいいか。私はね、あれ私はちょっと待ちなさいよ。全然意味がわかんないんだけど、どうして自分の名前が思い出せないの？そうだった、忘れてた。あんた何か知ってんの？私が名前つけないと。そうしないと大変なことになっちゃう。何？何なの大変なことって。君の名前つけてあげる。待ってて。Please give me a name. Me. どうかな。どういうことか説明しなさいよ。あのね、あのまま放っておいたら君の記憶は全部
消えちゃってたかもしれないの。はあ、何なのそれ、意味わかんない。どうして名前がないと記憶がなくなるのよ。でもね、もう大丈夫、私が名前をつけたから。ちょっとちゃんと答えなさい。あんたが名前をつけるとどうして大丈夫なのよ。え、だって他に誰もいないし。それにね、私の記憶、自分はノーバディだなって思ったところからだから。え、じゃあこいつの正体って、ここに迷い込んで記憶をなくした人間ってこと？ノーバディ、ちょっと聞きたいんだけど。それじゃ出発進行。なんなのあいつは、どれだけ人の話を聞かないつもりよ。Please take on. Oh, this is the first time I can. The directional buttons to move up, down, left, and right. Now go forward. There may be times when X will pop up above your head. Tell or not if you wish to proceed. Oh, first time I have control of my character. Amazing. Half an hour in. Oh, the sound.Save data. You've collected memories. Okay. Tips. Okay, it's hate standing still. Okay, ignore that. Just, just. What? So, how was your summer? It was good. I was just staying in Umeo.Didn't do much. Went for a swim or a pool hang once, and yeah, no, just took a chill with my girlfriend. How was yours? どうしたの？早く一緒に行こうよ。あんた一体何なのよ。いきなり現れたかと思ったら一緒に行こうだのなんだの。あんたみたいなどう見ても怪しいやつについていくわけないでしょ。怪しくないよ、さっきノーバディだって言ったじゃん。十分すぎるぐらい怪しいわよ。そうかな。どうしよう、困ったな。ね、私どうやったら怪しくなくなる？なんで私に聞くのよ。もうとにかく私は今すっごく忙しいの。あんたみたいに人の話を聞かないやつの相手をしている暇はないの。わかった？でも一緒に行かない。だって妹ちゃん待ってるよ。Try to bike as much as you could. だからほら、早く行こう。出発進行。待て。うん。あんた、妹の居場所を知ってるの？うん、知ってるよ。あの子、君のことすっごく心配してたよ。ここに来て、お姉ちゃんが迷子になったらどうしようって。
あの子いつも自分が迷子になるくせに。妹ちゃん小さくてとっても可愛いよね。そうでしょ、あんなに可愛い子は世界中どこを探したっていない。じゃなくてどこ、妹はどこにいるの。あの子は無事なんでしょうね。あのもしかして、もしかするとだけど、妹ちゃん誘拐されちゃったの？誰？誰に誘拐されちゃったの？どうしよう、どうしよう。あんたよ。嘘、私？そんな私が？ってあれ？あれ？してないしてない、私誘拐してないよ。なんなのあんた。だってだって私は君を迎えに来たんだよ。妹ちゃん下の方で君のこと待ってるよ。下の方？うん、ファントムフィールドの一番下。ファントムフィールド？聞いたことないわ。その変な名前の場所にあの子はいるわけ？かっこいいでしょ、私が名前つけたんだよ。ああそう、そりゃ聞いたことあるはずないわね。それでそのファントムフィールドとやらにはどうやったら行けるわけ？今すぐ答えなさい。さもないと。ちょっと待ってよ、答えるから、答えるから、早く。あ、でもせっかくだし。またリドルとか言い出したら容赦しないわよ。つまんない、せっかく君がいるんだからリドル出したい。いいから答えて。もう、ファントムフィールドってところにはどうやって行くの？あのね、ここがファントムフィールドなんだよ。ここが？ローディング。なら妹はこの空間の最下層にいるのね。うんうん、最下層で待ってるよ。はあ、私も妹もどうしてこんなところに。あんた何かわかんないの？さすがの私でもそのリドルはわかんない。だってこんなこと初めてだし。ここ時間の概念もなさそうだし、かなり特殊な空間に間違いないわね。あのね、私ここで長いこと眠りこけてたの。そしたらね、突然妹ちゃんが現れたの。私はね、迷子の妹ちゃんを出口まで案内しようと思ってたんだけど、きっと君が探しに来るだろうから自分のいるところまで連れてきてって頼まれたの。そしたら君は本当に現れたでしょ。嬉しくってつい約束しちゃったんだ、絶対に連れてくるって。あんたあの子を置き去りにしてきたってこと？大丈夫、絶対安全な場所にいるから。ファントムフィールドには私以外いないし。はあ、私とあの子がここに来てるじゃない。あ、君頭いいね。でも本当に大丈夫だよ、誰か来たらわかるし、私ここのことなら全部わかるんだ。ほら、君の居場所だってわかったでしょ。 Right。 なんなの、どうなってるの。こんなところに迷い込むなんて普通じゃ絶対にありえない。誰かの罠？空間転移系の魔術かしら、それとももっと他の何か。ああ、そうだった。何よいきなり。私妹ちゃんに大変なことしちゃったかも。What？ローディング。ごめんなさい、妹ちゃんを一人で置いてきたの、やっぱりまずかったかも。
待って待って、どういうこと？あんたさっき妹は安全だって言ったじゃない。うん、ごめんね。何、どういうことなの？やっぱり誰か危険なやつがいるの？ううん、誰もいない、いないけど、実はね、ファントムフィールドって誰もいないし何にもないから、妹ちゃん退屈で死んじゃうかも。こら、人間は退屈で死んだりしないわよ。紛らわしいこと言わないでよ。そっか、そうなんだ、よかった、これで安心だね。安心なんてしないわよ。それじゃ妹ちゃんは大丈夫ってことも分かったし、道中のんびり行こっか。人の話を聞きなさいよ。よーし、改めて出発進行。ちょっと待って、私は一緒に行くなんて一言も。ほらほら、早く来ないと迷子になっちゃうよ。別にあんたがいなくても迷子になんかならないわよ。妹は最下層にいるって分かってるんだから、私一人で十分。ついてこないで。ううん、仲良くなれたんだし一緒の方が楽しいよ。ほら行こう。なってない、いいからあっちに行って。あんたが喋りかけてくると時間の無駄なの。妹は私一人で探すからついてこないで。ダメ、私妹ちゃんと約束したの。それにもし君が迷子になったらどうするの？妹ちゃんに会えなくなるんだよ。私はそんなの嫌。余計なお世話よ。下に降りるぐらい私一人でも行けるわよ。うん、わがままだな。あんたに言われたくないわよ。あ、いいこと思いついた。私が君についてけばいいんだ。やめてよ。もう私とあの子に関わらないで。やだよ、妹ちゃんと。 Imagine if they would have done all this exposition in gameplay format. I have a headache and and an early morning tomorrow, but I'm not leaving until I get to see some actual gameplay. どうしてあの子はこんなやつと。ちゃんと見守っててあげるからね。邪魔はしないでよね。Happened. Nothing secret. Looking for secrets. Okay.Some gameplay. この大きい穴、もしかして下へ続く道？でも特殊な障壁があって入れそうにない。それに入れたとしても降りる手段がないわ。呼ばれてないけど、じゃ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 ーん。うん。君が下の階層へ行くにはね、ここを通らないといけないんだよ。君がって、じゃああんたはどうやって移動してんのよ。私はね、ヒュンって感じかな。反則じゃない。それで妹のところに連れて行きなさいよ。それはダメ。どうしてよ。どうしてもこうしてもダメなの。
君はここを通らないといけないんだよ。意味わかんない。それに妹ちゃんだって通ったんだからね。あの子がここ？そうだよ、だから通らないとダメ。あー、もうわかったわよ。それでどうすりゃいいのよ。このままじゃ通れそうにないわよ。よくぞ聞いてくれました。あのね、ここを通るには鍵が必要なの。鍵？何よそれ。鍵っていうのはね、記憶のかけらっていうものなんだよ。記憶のかけら、それが鍵なのね。そう、ファントムフィールドにはね、いろんな人の記憶が結晶になって現れるの。それがここを通る鍵になっててね、集めると下に行くことができるんだよ。記憶が結晶に？本当かどうかわからないけど、とにかくそれを集めればいいのね。うん、そうなんだけど。そんなものすぐに見つけてやるわよ。あれ、まだ途中だったんだけど、まあいっか。Unlock the ability to summon nobody. When on the move, press square to summon nobody to access various useful functions. Been to any festivals? No. No, no, it's been a quiet summer, actually. Trying to think.Oh yeah, I was too. To what was it called? We will love. We who love the 90s or something like that. Oh.Look at this kitty cat. What the hell is Badatsumi? How was it? Oh, it was nice. All many childhood memories of the songs. Received Badatsumi from tips.The hell are memories? Ja ja! I want to return to the story. Hi hi! What? Must be tough for you, huh?Mirror frames tips. Press start for information. Okay. Start a memory fragment.記憶のかけら？あ、見つかったんだね。何言ってんのよ。ほら、目の前にあるじゃない。こんなに青く光ってるわよ。それがね。Thanks for dropping by, Merlock. Good night. Sleep tight. Thanks for dropping by. そこに何かあるっていうのはわかるんだけど。は？どういうこと？あんたファントムフィールドのことは全部わかるって言ってたでしょ。ねえねえ、その記憶のかけらって綺麗？まあ不思議な輝きではあるわね。これ一体どんな素材でできてるのかしら。記憶のかけらだもん。記憶でできてるんだよ。
まさか。それならこれは記憶そのものが結晶化してるっていうの？情報が結晶になるなんてそんなのありえない。ただしそれが普通の世界なら、この異常な空間ならそんなものがあったとしても不思議はないのかもしれない。ちょっと興味はあるわね。ね、君も集めたくなったでしょ。キャッチしても、そんなわけないじゃない。てみてやろ。え、今興味あるって言ったじゃん。言ってない。言った言った、絶対言った。こいつ、いつもは人の話聞かないくせにこういう時だけ。よし、それじゃあたくさん集めようね。完全にペースを握られてるわ。When you summon nobody, you cannot ask her about any remaining memory fragments. You got the memory fragment. じゃじゃーん。 Three left. はいはい。Welcome, welcome. Received Phantom Field tips. Press R1 when you're lost. Oh! Okay, en karta. Kartans makt. Den är viktig. Memory fragment.ねえねえ、記憶のかけらどのくらい集まった？ちょっと見せて見せて。あのさ、聞いてなかったけど、これって一体いくつ集めればいいのよ。だいたいここって何階層あるの？まさか100階層とか言うんじゃ。これだけあれば下に行けるかも。本当？よし、そうと分かればこんなところで道草食ってられないわ。え、でもまだあるかもしれないよ。私の目的はかけらを集めることじゃない。妹を見つけて元の世界へ帰ることなの。だいたい集めたところで何も変わらないでしょ。でもいっぱい集めた方が楽しいよ。別に楽しくない。絶対楽しいよ。興味ないの。邪魔しないって言ったでしょ。早く妹のところに行きたいの。そうだった、妹ちゃんが待ってるんだ。よし、行こう行こう。言われなくても行くわよ。そう。もしかして記憶のかけらはこれで全部かしら。すごいすごい。全部集めるなんて、よっぽど記憶のかけらが気に入ったんだね。だってとっても綺麗なんだよね。集めたくなるのもわかる、わかるよ。違うわよ、偶然よ偶然。いつの間にか全部集めちゃってただけよ。あんたと一緒にしないでくれる？さあさあ行こう、妹ちゃんが待ってるよ。わかってるわよ。Okay, and warning kill. Sen är det nog bara en dag.
はい、楽しいリドルの時間がやってきたよ。はあ、冗談でしょ。答えないと進めないからね。全部で4問、連続で正解するのがルール。間違えたら失格。そこで終了。うん、失敗しても何度でも挑戦できます。はあ、興味ないんだけど。いきます。第1問、私の名前は何でしょう。正解、私だ。第2問、ここは何という場所でしょうか。正解。次いくよ。第3問、仲良し3人組が槍投げをしました。一番槍が飛ばなかったのは誰でしょうか。Friends from the spear. First and spear didn't go to fun. 残念。ヒントは妹ちゃんみたいな子かな。お疲れ様。これでリドルは終わりだよ。もう一回挑戦する。よし、じゃあもう一回いくよ。はい、全部でよ。失敗。私。せこだい。ここは。せつだい。仲良し三人。正解。思いやりを持ってるんだね。第4問。私たちが集めてるものってなんだ。食べられたのにね。全問正解、おめでとう。商品はすべて君のものだ。それじゃあ終わり。With this summon nobody, you cannot try and ask your riddles again, okay? That one of it.障壁が変化してる。記憶のかけらに反応しているみたいね。うん、このまま飛び降りれば下の階に行けるよ。飛び降りるって言ってもどうすりゃいいのよ。これ素で飛び降りたら確実に死ぬわよ。大丈夫、ここはファントムフィールドだよ。私なんて前にここより高いところから落ちたことあるけど、全然なんともなかったし。怖いのはきっと最初だけだから、一度やったら癖になるかもしれないよ。何なのよその嫌なセリフは。これ本当に大丈夫なんでしょうね。あんたの言うこと全然信用ならないんだけど。うん、おかしいな。何がよ。妹ちゃんなんて全然怖がらないで一人で飛び降りてったのにな。君ってもしかして怖がり屋さん。は、私が怖がりなわけないでしょ。いいわよ、行けばいいんでしょ。行けば。そうそう、行けばわかる。それに
君は私が一緒にいるから大丈夫だよ。なんであんたが一緒なら大丈夫なのよ。さてどうしてでしょう。なかなか面白いリドルだね。知らない。もう行くわよ。そうや。ねえ、ちょっとこれどこまで落ちるのよ。っていうか落ちてる実感がないんだけど。それになんか周りの様子が変よ。わあ、すっかり忘れてた。今度は何？妹ちゃんが言ってたけど、記憶のかけらを持って飛び降りるとその記憶が見えるんだって。だからきっと今から記憶の再生が始まるんだよ。すごい、私初めて見る。はあ、全然興味ないんだけど。なんで？楽しそうだよ。君と一緒に入ってよかった。私は誰かの記憶なんて一切興味ないの。まったく、とんだ災難だわ。うん、そっか。それじゃ目をつぶってたらいいんじゃない？結局飛ばせないなら意味ないでしょ。はあ、早く終わってくれるのを祈るしか。あ、始まるみたいだね。記憶のかけらが光の粒に変わっていく。何これ、光の粒が私の左目に。トゥルトゥルトゥルー。いいですか？Nobody in the tips. くそ。あの女さえいなければ人類は今頃平和な世界を手に入れていたのに。なのに、あの女のせいで、あの女が余計なことをしなければ。ああ、くそ！思い出しただけで腹が立つ。なんて忌々しい女なんだ。だけど、僕は諦めなかった。ついに、器の創造まであと一歩というところにたどり着いたのだ。これが成功すれば、夢が現実に近づく。さあ目覚めろ、エンブリオストレージ。人類の未来のために。システム起動、身体部位オールクリア。目が赤い。こいつは失敗だ。くそ、まだ何か足りないっていうのか。それとも他に何か別の要素があるのか。まあいい、少しずつ改良していけばいいんだ。こいつは破棄、すぐ次に取り掛かろう。まったく、器を作るのは大変だ。対象宇野丸総一郎と認識。うん？そうか、一応話せはするのか。宇野丸博士、私の情報を教えてください。情報ね。そうだな、じゃあお前を S と呼ぶことにする。了解です、宇野丸博士。僕は博士じゃなくて所長だ。三剣機関新横崎支部第七研究所の所長。了解です、宇野丸所長。よろしい。なるほどね。人形として扱うならなかなか出来がいいかもしれないな。こいつはスレイプニーイルとして調整しよう。
あの生意気な子供、天の矛坂の巫女頼りでは心もとないもんね。天の矛坂、うまくいけば発症者からのクリスタルの収集も今よりずっと効率的になるだろうし、無落者のデータも取りたいし、ま、地道ですけど急がば回れって言いますからね。いずれ原初の魔導書すらも僕の手で創造してやる。そしていつか全ての人類が見事に統制された理想の世界を実現するぞ。はあ、skulle jag få väl se dem, de två igen då i någon sorts film. Les, 気をつけろ。今回の相手は遠距離タイプのドライブを操るユニオンだ。不用意に近づくと。問題ありません、援護をお願いします。おい、うわー、正式目視不能、魔素流動値計測確認、フェーズ5と判定、対象の殲滅を開始します。うわー、損害警備、当該任務への支障はありません。はあ、対象の戦闘不能を確認。おい、エス、お前は何をやっているんだ。何よ、とは。なぜだ、なぜあそこで無鉄砲に突っ込んだ。はい、任務遂行上最善の行動だと判断しました。いや、問題だらけだ。お前は一歩間違えれば死んでいたかもしれんのだぞ。私に与えられた任務はユニオンを殲滅しクリスタルを収集することです。当該任務は無事完了しました。そういう話をしているのではない。お前は自分が死んでもいいというのか。問題ありません。今どう。分かった、もう私は知らん。何が任務だ。これでは宇野丸の操り人形ではないか。私は宇野丸署長によって作られました。命令を聞くのは当然のことです。 S、 お前はもう少し自分を大事にしろ。私はもう戻る、機関への報告頼んだぞ。了解。メイは何か伝えたかったのでしょうか。Okej, jag har fått in lite nya karaktärer. Mei, S och... 不明です。Uno. こちら、S です。やあ、S。任務はどうなったかな。はい、たった今完了したところです。よろしい。何か変わったことはあったかい。多少攻撃を被弾しましたが、損傷自体は軽微です。うん、それより緊急事態なんだ。新しいユニオンの情報が入った。場所は閉鎖特区内、もちろん今すぐ行けるね。了解。
直ちに向かいます。ポッポッポ、おっ、見つけるわな。今の音はあちらからのようですね。嘘。対象と思われる存在を確認、行動を開始します。やめて。女の子。対象をユニオンと認識、消識目視不能、魔素流動値計測確認、フェーズ4と判定。何が。くそ。君、気をつけて。ちょっと待って。ちょっと待って。やめてくれ。これ以上やったらこの人死んじゃうよ。もういい加減にやめ。障害を認識、排除を実行します。お願いだ、やめて。誰かが傷つくの見たくない。この少年はなぜあんな無謀な行動を。これ以上やったらこの人死んじゃうよ。わかりません。かみふわ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 。やあ、S、その後の守備は。戦闘行動終了、対象の機能停止、交際称号確認、スクリーム上と断定。よろしい、ご苦労様。はい。じゃあ、現在閉鎖ドック内により通信不良、申し訳ありません、再度お願いします。あとは機関の収容部隊に渡してくれるかな。了解、対象は収容部隊に引き渡します。カメラの映像からだともう一人いるみたいだけど、そっちもユニオン。いえ、そちらのディスカバーコールは未確認です。確かめておいた方がいいだろうから、その男の子の家に向かってくれるかな。了解、任務変更を確認、機関データベース照合の上直ちに向かいます。
か。Spara det här och hoppas på det bästa. Jag ska stänga ner. Så får vi se. Annars får jag spela om från första sparfilen eller något. Sådär. 1:17. Det känns som att jag kanske har spelat 10 minuter. Typ. Nåväl. Dags att sova. Tack för att ni har tittat. Vart är det här? Vi hörs. Ciao.